皆さんおはこんばんちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。ちょっと日が空いちゃってすみません。仕事に追われ、休日は抜け殻状態なんだぜ。そしてキャプチャしたんですが、映像と音声がずれまくりで調整に難儀しました。訪れちょっと気になるかもな、すまないんだぜ。それでは本編スタート。今週はいよいよダービートライアルね。西の京都新聞杯に BG スター、東のプリンシパルステークスにトップグレイシーか。ここはやっぱり BG スターだよな。毎日杯圧勝したしね。ここを勝ってダービーと行きたいぜ。大巻さんが乗せてくれって頼んだのね。遅きに失したな、大巻。アジナマネか、怒られなくてよかった。ダートの短距離馬館内レディか。さっき見たら芝のレースだったわね。トップグレイシーもいい馬だけど今回は仕方ない。姿勢さんとこのセカンドセリーヌは本当にクセ馬だったわね。八王朝疑惑。川村さんのところはピュアエナジーの依頼か。前も断ったから乗ってみたいんだけど仕方ない。さて、いきなり BG スターか。渾身の1レース。これ勝てばダービーなんだよな。待ってろよ吉沢。指示は逃げの手か。良いだろう、逃げ切ってみせる。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタート決まったな。攻めました。様子見つつ前に行きたいところ。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはフロリダシックス。リードを広げます。 BG スター、2番手を追走。上がって外からも来ているか。指示通り多少押していこう。よし、エンジンかかってきた。リズムに乗るわよ。ミュージックスタート。その後ろ、白馬固まって最後方からシティフォーマー。さて、先頭に戻りましょう。先頭鼻まで取り切るか。大丈夫か。リズムに乗りすぎた。コーナーカーブ、フロリダシックス、2番手を追走。ほとんど差はなく、2番スタンマニフェスト、4番手マイフェアレディ、その外には8番フォレスター。ほとんど差はなく、4番元気勝負。さらにすぐ後ろからは2頭並んで、この馬場で58秒。早すぎる。しまった。徐々にペースを落とすか。ペースを落とすか。飛ばして足を使わせるか。今回は飛ばしていく。後ろはもうムチが入ってるな。溜めるのは危険だ。自力勝負。シンカルバイク、それに連れて16番シティ
フォーマー。さて先頭に戻りましょう。ハードフォーカス、外を巻くって上がってきました。先頭行くのは DG スター。後続にどれだけ飛ばすんだよ。肉を切らせて骨を断つ。もう足は残っているまい。自分も、そして相手もな。まんじゅうさん、これから直線の攻防に入ります。ハードフォーカス、外をまくって差を詰めてきました。400を切りました。あー、もう足が残ってない。さっきの自信はどこへ行ったんだ。3番手にストライクコンカー出ます。出ます。粘れるか。2番手は接戦。内からフォレスター、ストライクコンカー。あと200、まだ後続は来ないぞ。2番手は接戦。内からフォレスター、ストライクコンカー。ここだへん、これはもらったか。よし、振り切った。バチバチだったな。結果的には圧勝、終わり良ければ全てよし。そういうことにしとっか。東京に来ました。毎回新幹線で移動するの大変だな。でも駅弁食べれるからいいじゃない。駅弁食べたいぜ。おすすめあったら教えてほしいんだぜ。というわけで芝代わりの館内レビね。ここは人気薄だが抜けた馬もいないな。中断ね。スタート遅いからな。この距離なら問題ないだろう。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。今日はまだマシだ。したスタートです。さあ、先手を伺うのはどの馬か。先頭は、はい、さっきの嘘です。ビスタイ、ライトアセンブリー、光人道、ファストランナーと並んでいます。上がる気配ないぞ。手を追走するのはビッグビジネス。そして寄れる。すぐ後ろからは5番カレイドスコープ。ほとんど差はなく、2番チップアンドラン。その後ろは5馬身ほどの差でナイチンゲール。その後ろは3馬身ほどの差で丸善花月。そのうちに7番オンライン3。その後ろはやっとやる気になったか。ジョブすぎる。トランスキャリア最後方には館内レディ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ライトアセンブリー、リードは半馬身。2番手からコンビスタイ。その後ろは2馬身ほどの差でファストランナー。欅の向こうを過ぎました。4番手光人道。その後ろは4馬身ほどの差でビッグビジネス。ほとんど差はなく5番カレイドスコープ。その後ろは寄れるから早めに動いてスペース確保。悪くない感じだ。この馬にもチャンスはありそうだ。依然として先頭はライトアセンブリー、半馬身のリード。直線に入りました。5位ファストランナー。よし、いい感じじゃないかな。このまま抜け出すか。光人道コンビスタイル、差を詰めてきました。ライトアセンブリー寄れないでくれよ。あれ、外から来てるぞ。うむむ、足色が違う。先頭を争うのは2頭ナイチンゲール。ライトアセンブリー館内レディ上がってきている。ナイチンゲール先頭、その差を広げます。2番手から館内レディ。こんなに話してるのにな。相手が悪かったか。ナイチンゲールリードを広げて5位ナイチンゲール勝ちました。これはどう乗っても厳しかったね。まあ芝こなせると分かっていかったな。というわけで今回はここまでです。ひとまずダービーへの活路は開いたな。一安心ね。チャンネル登録もぜひお願いします。見てくれている人は大体チャンネル登録してる説があるけどね。それでは今週の予想をどうぞ。まずは23時30分のエクリプスステークス。ここは順調に使えているガイアースで、ディアドラちゃんも頑張ってほしいんだぜ。水曜日のジャパンダートダービーはカフェファラオで、さすがに逆らえないか。穴は大名コリーダで、外からすっと先行できればの話だけど、よき競馬ライフを。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。